You're listening to Shibuya Cross FM。修行編始まりました。はい、まずは自己紹介からしたいと思います。はい、杉山ありさです。奥村愛凛です。はい、そして今日は同じ事務所のクラポティから帯川れんりちゃんが来てくれました。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。隣にいる。ちょっとまずはれんりちゃん自己紹介からお願いします。はい、自己紹介、私は、1999年9月24日生まれ、もう少しで生誕祭があります、大型の、帯川れんりです。なんだろう、特技はダンスが得意で、あのクラプティっていうグループ知ってますか？に、はい、もちろんもちろんにいます。はい、こんな感じですかね。ありがとうございます。特技はダンサーも、はい、そうですよねっていう感じでね。ですよねって、そんな感じです。なんか初ですよね、こうやってじっくり。そうなんですよ、ラジオもそうなんですけど、うん、じっくりこんなありささんとアイリンさんと喋ること自体が初めてで、ですよね。どうしよう。すごい楽しみ。今日はね、いっぱい10ぐらい聞いていきたいと思います。お願いします。たくさんたくさん。れんりちゃん、今月の9月24日に誕生日ということで、その前日23日に生誕祭があるんですよね。はい、そうなんです。初めての、私がアイドルになったのが、11月去年11月、うん、まだ1年経ってないので、初めての生誕祭になるんですよ、今回が。そうなんですよ。今の心境どうですか？心境はなんか誕生日だっていうより生誕祭だみたいな、あの、そうです、24日より23日の方がだいぶ心に来てます。心に来てます。めちゃめちゃ楽しみだよね、23日。私たちはね、そのれんりちゃんの生誕の前にね、ライブがあるので、そこでいっぱい盛り上げて、はい、お願いします。え、会えますよね？会えます、もちろん。もちろん生誕祭はお手伝いさせていただきます、はい、います。楽しみ、私たちも楽しみですから。準備とかどうですか？順調ですか？順調ですよ。お順調ですよ。もう初めてなので、いっぱいなんかね、初めてなので、やっぱそれなりに結構半年前くらいに考えて取り掛かったのは2ヶ月前くらいに。すごい。でもそっか、そうです、そうです、すごいね、生誕祭だって。あのタイムテーブル見たら、れんりちゃんのとこ15分って書いてあって、そう、何するんだろうと思って15分、何なんか準備してるのかなって、なんかちょっと歌ったり、当たり前なんですけど、歌ったり踊ったり、まさか漫才とかしないですね。しないです。見たいですか？見たい、めちゃめちゃ見たい。とっても。いや、今からね、めちゃめちゃ楽しみだけど、私たちもまだね、生誕祭っていうものをね、やったことがないから。この前お誕生日でしたもんね。あ、そう、お二人とも今月、私、アイリーンは9月11日に誕生日で、アリサは8月の24日そう、同じ24日ですごい近い、同じ、日が一緒、乙女座。乙女座ですか。あ、違うんですか？違います。あ、違うわ、ごめんなさい。天秤座。あー、ちょっとずれちゃったね。そうか、ちょっと違うんだ。ちょっと違ったね。そうか、なんか生誕祭とかね、なかなか一人でとかパフォーマンスするってなると、そうなんですよ、緊張しますよね。え、もう本当に温かい目で見てください。一緒にお願いなんですけど、なんか、あの、目を温めておいてください。物理的にも。それこそね、私たち、あの、アルビレッジ入ってから、クラポティさんの生誕祭何回かね、お手伝いしたりとか。そうですよね。そうなんですよ。実は、新メンバーで入ったジュリちゃんが、私よりも、すごく後に入ったのに、先に生誕祭を、そうなんですよ、そうなんです、そっか、私が加入したのが11月なので、私の誕生日が9月で、割ともう少しで1年経っちゃうんじゃないかみたいな、そうなんです、やっと、やっとです。あー、そうか、そうなんです、やっとの生誕祭、みんなにね、見てもらえたら、そうなんです、なんか、ジュリちゃんの誕生日の時は、あの、2周年ライブも一緒にやってたので、
頑張ってねみたいな、うん、ちょっと軽くはないんですけど、全然軽くないんですけど、うんうん、楽しみだねくらいで言ってたんですけど、うんうんうん、自分になった途端に、うん、えすごいよく頑張ってたねみたいな、すごい先輩に見えました。あなるほど、ジュリちゃんがめちゃめちゃ、そうなんです、ジュリちゃんの時もなんかすごいいっぱいいろんな曲やったりとか、そうなんです、そう、準備大変だったかなって、私 た,、ね、私たちもね当日少し手伝わせていただいて、そう、もう裏でみんながもう可愛い、いろんなさあの衣装に変わったりして、うんうんうん、みんな可愛いと思ってお手伝いできてよかったなって。そ う, そ, うそうだよね、ちゃんと写真係もね、写真、あ、そうだ、その写真係も本当にチャックが噛んだ時も手伝ってもらったりしてそっかそっか、今回もねレンリちゃんの生誕祭で私たちも裏でなんか手伝えることがあったら、うんうんうん、ぜひぜひぜひ、いや、裏、裏、そんな手伝わせるわけないじゃないですか、ね、そんな、そんな、いてくれるだけで全然全然、でもめちゃくちゃ楽しみだよね、うん、すごい、とてもね、いつもなんかライブがあって、クラポティさんのライブとか見させてもらうんですけど、うんうん、なんか、レンリちゃん一人でっていうの見たことがないから、そうなんですよ、初めて、初めてですよ、本当に本当に初めてです、なんか嘘じゃないんですよ、あのえ本当に生まれて初めてなんです、これを声を大にして言いたい、だから、うんうん、来ない理由がないんです、お皆さんがもうこれはその通りだ、ね、来なきゃ損ですよ皆さんその通りですよね、その通りです、だからここに来てる皆さんはきっと、もう来るんだろうなって思って見てます、うんうん、ありがとうございます、絶対来てほしいね先にお礼をありがとうございます本当に、そうか、じゃあもう23日っていうことはもうすぐだからもう練習とかも結構詰め詰めで、そうなんですよ、今カラオケがやってないので、うん、あそうだ、やってないとか結構多くて、うんうん、ですよね、もう全然県を越えて、うんうんうん、練習しに行きます、行ってますそうですよね、はい、全然なかなか都内だと全然やってないし、うんうんうん、昨日も家の中で踊ってました、ずっと、そうなんだ、そうだね、そうだね、そっか、で家の中でね、お姉ちゃんとかにも見てもらってそうです、そうです踊ってました、家の中で、そうか、そうすごいですね、なかなかね、今結構私たちもなんかライブの練習とか家でするときにみんな、うんうん、ね、アイリーンなんて和室でやってるとかね、うん、家でしますよね、やっぱ家でします、ですよね、私あの犬を飼ってるんですけど、はい、リビングとかで練習しちゃうとすっごく犬に嫌がられちゃうんですよ、そうなんです、え、家族に嫌がられたりしないですか、うん、いや全然、なんかうちの家族は歌とダンスがすごい好きなので、そうなんですよ、なんか結構帰ってきて、うんうん、音漏れなんかちょっと外窓全開にしてるとちょっと音が聞こえてくるんですよ、うんうんうん、ティンズさんの曲が、すごいそうなんです、素敵なクラボティは流れてないんですそうなんです、とかあったり、結構全然歌声が聞こえてきたりするので、家族には注意されないです、周りには注意されるかもしれないですけど、だすごいいい家族、恥ずかしくないですか、家族に、え、全然恥ずかしくないです、私なんならお父さんにダンス教えたくて教えてるんですよ、すごい、なんか、なんです、素敵なリズム感すごいないんですけど、そうなんです、じゃあもう逆に来年の今年はもうちょっと間に合わないかもしれないけど来年のレンリちゃんの生誕はお父さんも出てもらって、見たいナイスアイディア、みんな見たいかわかんないけどお父さん呼びたい絶対面白いコラボレーションになると思う、お父さんとお母さん両方確かに呼びたいわー、レンリちゃん家一家で生誕祭、はい、見たいかな、見たいかなよねみんな見たいって言ってますね、いやすごい楽しい家族だ、じゃあそうなんですよ、そっか、うん、どうだろうね、なんかなかなかそれこそアイドルさんの曲とかなんか、うんうんうん、なんだろう、親世代とかってあんまりアイドル聴かないとか聞かないですね、多いから、うん、でもそうやってなんかみんなでねなんか音楽楽しいとかってなるとすごい、うん、お話もね盛り上がるだろうし、はい、歌も教えてもらったりするんですよ、お父さんがすごく上手で、うん、ここの部分歌ってみてみたいなワンフレーズ、うん、あの覚えさせて、うんうん、そこをどっから声出してるのみたいな、でも全然男の人と女の人は全然違うんですけど、はい、そうなんです、すごいですね、なんかそういう昔からお父さんは音楽関係の仕事をしてたとか、全然全くそんなんじゃないんですけど、とにかく歌が上手で、すごい、すごい、そうなんですよ、教えてもらって、いや教えてもらえたのかなそっか、すごいな、うん、なかなか、いいな、じゃちょっとね、後半もね、いっぱいレンリちゃんについて、うん、たくさんお話を聞きたいと思います、
じゃあここでね、クラポティさんの曲をお届けしたいと思います。はい、メンリちゃんお願いします。はい、聴いてください。クラポティの最新曲でもないか最新曲、光さす日まで。はい、では早速ですがお誕生日が近いということで節目だからこそちょっと改めてね、はい、レンリちゃんのことをいっぱい聞いていきたいと思いまーす、うん、やったやった。質問コーナーですね。そうコーナーです。ドキドキ聞いちゃうぞたくさんということで、どうですかちょっとアイリーンからちょっと聞いてもらって、はい、やっぱりこんなね時だからこそじゃないと聞けない、うんうん、やっぱりですね、はい、アイドルを始めたきっかけとか教えてください。聞きたい。きっかけは多分これなんか聞いたことある人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、うんうん、私もともとダンスは小学校の時からやってたんですよ、うん、ダンスがすごい好きで、うん、でもなんかそんなに自分に自信がなかったので、うん、でも舞台ステージは好きってずっと思ってて、うん、だからあのスタッフさんで携わろうって思ったんですよ。それで専門学校に行った時に照明スタッフさんのコースに入ったんですよ、うん、私が、そうでそうなんです。逆にこのライブを作る方で、うん、こう
で音源とか提出するときに、うん、言うじゃないですか、色の希望とか、はい、うんうんうん、それを受けて逆に作る側でやってたんですよ私が。そうなんです、そうなんです、やってて、でもやってるとやっぱ見ることになるじゃないですか、うんうん、こう、まあ、見ないでできないので、はい、やってて、そしたらなんて楽しそうなんだって思っちゃって、もうダンスもやってたってこともあって、うん、すごいやりたくなっちゃって自分が、うん、だからスタッフさんじゃないのがやりたいって思って、うん、半年くらいですぐコース変更したいですって先生に相談して、でそこの学校にダンス科があったんですよ。そうなんです、すごい。だからその次の年くらいにダンス科に移動しまして、うんうん、っていう感じですかね、なりたいって思ったのは。すごい、そんな裏方、初聞きました。裏方を目指していたなんて知らなくて、ね、しかも照明、照明さんなんです。そうなんだ。だからたまに音響さんとか照明さんに色とか希望出すときに、うん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 、なんか専門用語みたいなのいっぱいあるじゃないですか。ですよね。そうなんです、うんうんうん、これで書いてあげた方がいいかなってちょっと生意気なこと思っちゃうんですいやでもなんか俺ってなりますよね、瀬戸り見たときに、うんうんうん、あすごいかっこいい。でもそれだからライブハウスのスタッフさんとか、はい、結構、うん、なんか見たことあるなみたいな、そうなんです。同級生とか先輩とかが結構就職、うんうんうん、そこにしたりする人もいるので、なるほど、そうなんですよ。すごいですね。自分たちのライブでも今この照明だとか、うんうん、なんか思います、思います、思います、そうなんだ。これはちゃんと設置つってあるのかな照明みたいな、すごい余計なお世話なんですけど、いや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 、思ったりします。全然はしごに、そうです、はしごに登って脚立、うんうんうん、に登ってもう自分でヘルメットかぶってやってたりしたので、うんうん、すごい、持って、そうです、そうです、そうなんだ、そうなんです、すごい。じゃあなんかあれだね、それこそもっともっとなんかそう生誕祭とかで自分で照明とかも、うんうんうん、そう、あ全部ね、セッティングできちゃうと、やっちゃって、やっちゃって、この照明はレンリちゃんがやりましたってすごいよね。いやいやいや、ここはこういうこだわりでとか照明にもこだわりましたとか言って、うん、わすごい、そんなそんな、ね、そんな感じでしたね。なるほど。で、うん、ダンスも小学生からずっとやってて、お母さんに、それは単純にお母さんに勧められて、あそうなんだ、そうなんです。なんか青森出身なんですけど私が、はい、習い事が盛んじゃないって言ったらあれなんですけどなんかあんまり習ってる子がいなくて、ダンスを、うん、お母さんが人と違うことやりないよみたいな感じで、うん、ダンス誰もやってないって思ったんですよ、うん、今みんなやってるんですけど、うんうんうん、それでただやってみたみたいな感じですね、はい、それがずっと高校生まで続いてみたいな、やっぱ好きでってやってみたら、ね、合ってたみたいな感じですか、うん、楽しいなって思って、ね、めっちゃなんかライブの時のダンスとかめっちゃ綺麗で、いや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 、いやすごいよね、本当に。今日もインスタのストーリーにダンスの動画を上げてたので、うんうん、ね、毎回ツイッターとかでもちょっと見てあかっこいい、綺麗って思って、うんうんうん、全然全然、そうなんですよ。なるほど、そうか、すごいな、うんうん、かっこいい、うん、かっこいい系もなんかかわいい系もで何でも踊れるイメージあります、ね、本当ですか、嬉しい。ダンスはあれですか、ジャンルってどういうの習ってた？ジャンルはヒップホップ習ってたんですよ。あ、そうなんです、そうなんです。でクラポティがどっちかというとジャズっていうかキレイ系の踊りなので、うんうん、こっちに来てから、うん、なんか教室に新たに通いに行ったりとかしました、うんうん、あ、そうなんだ、ジャズダンスやってみなきゃみたいな、うんうんうん、すごい、そうです、すごいね、かっこいい、ね、ヒップホップと思えなかっためっちゃバレエとかやってたのかなと思って、あ、いやいや全然全然、あ、そうなんだ、そうなんですよ、ね、すごい、何でもチャレンジしてみるんですね、いやいやいや、すごい嬉しいです、ありがとうございます。ちょっと私からも聞いてはいはいはい、ぜひ。学生の頃そのなんかアイドルやりたいって思う前、はい、で将来の夢って何だったんですか、うんうん、私結構、うん、すごいいろんなことに影響されやすくて、ドラマとか見たら、その人がや、その主人公がやってるものになりたいとかすぐ思っちゃうタイプなんですよ、だからいろんなのを思いました。例えば社長さんの秘書さんとかやりたいって思いましたし、ちょっと似合う秘書さんやりたいってずっと思ってました、一番覚えてるのは。そうですね、スケート場に行ったら、あ、スケート選手になりたいって、うん、あ、でもなるほど、でも何でもイメージついちゃう習えばよかったみたいな、そう思ったりします。はい、じゃあもうなんかこれみたいなのは別になく、ないです、いろんなのやりたいなみたいな、はい、
そうなんです。だからさっきも言った照明さんも、うん、そのダンスやってたっていうのもあるんですけど、その時見てたドラマで照明スタッフさんをやってる方がいたんですよ、うん、それ見てちょっと興味持ったっていうのもあります。あ、そうなんだ。すごい、それで思ってチャレンジするっていうレンリちゃんもすごい。そう、大事だなってすごい思った。逆にいつからですか、アイドルになりたいって思い始めたのは。私はなんかもともとずっとお芝居やってて、それこそ小学校の頃がずっとお芝居しかもやってこなくて、ただなんか周りにもやっぱいたんで、その当時とかもアイドルやってるって、だからなんか興味はあって、でも別にやれる機会もなかったからって感じだったんですけど、でもなんか私ね、ここのアイリーンと私が前のグループが一緒で、その時に初めて声かけてもらって、そう同じタイミングで、私もモデルになりたくて、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。女優さんとモデルさん、わかりました。想像つきました。嬉しい。で、お互いそうモデルとその女優さん目指して事務所所属してて、その時にちょっとアイドル興味ないって声かけてもらって、その時に初めてアリサに会って、そうなんですよ。すごい。なんかアイドルがあったから出会ったみたいな感じなんですね。あ、そのまさにその通りなんです。すごい、私飲み込み早い。さすが。なんか最初にね会ったのが新宿アルタの前で、そう、はいはいはい、そこが出会いの場だよね。すごくよく覚えてる。行くたびに思い出すかもしれないです私。あ、嬉しい。まだ行ったことないのでアルタには。え、そうなんですか。そうなんですよ、行ったことなくて。そうなので多分行ったら第一に思い出すと思います。嬉しい。嬉しい。と一緒に、ここが一緒に思い出を共有共有できる、共有できた。で、ちょっともう一個ぐらいね、ちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、どうですか。なんだろう。そしたら、いっぱいあります私。いいですよ。何でも。でもライブ前のルーティーンとかって。はい、ルーティーン、なるほどなるほど。ルーティーンはやっぱ普通にメイクしたり髪の毛を整えたりっていうのはあるんですけど、私多分一番メイク長いんですよね。最後の最後まで鏡の前にいるの誰って言われたら多分私かユキさんとかな、あたりかなと思うんですけど、それルーティーンっていうほどでもないんですけど、一番鏡の前にいると思う。最後までずっとまつげをずっといじってるんです。そうなんだ。こだわりがあるんですね。こだわりが大事ですよね。でもね、発声とかストレッチとかも、まあもちろんなんですけど、顔気になっちゃってしょうがなくて、もう。そうなんだ。そうなんです。確かに家でメイクとかしてきても、電車乗ってる間にまつげとかをなんかそうなんですよ。確かに湿気とかで、全然違います。そうなんですよ。なるほど。じゃあもう、ありますか、ルーティン。ルーティーン、そう考えたんですよ。聞くなら自分も考えなきゃと思って考えてたんですけど、はい、でも、飴を舐めることです。飴を舐めること大事です。喉飴舐めて、なんかミント系の喉飴ってやっぱすっきりするし、なんか喉もなんかいい感じに整いそうだから絶対舐めます。なるほど、なるほど。そう、なんだろうな、ルーティーン、私もすごい特別これっていうのはないんですけど、でもなんか私もストレッチがとにかく好きで、なんか日頃、はい、なんかもともとすっごい体が硬かったんですよ、昔。でも柔らかくなりたいと思って、今めっちゃ柔らかいんですけど、ってなっちゃったから、もう絶対にしたくて、ライブ前とかももうストレッチを逃したら、やる時間を逃したらちょっと不調でライブをやることになっちゃうみたいな。わかります、わかります。ってぐらい必ずストレッチはしたいなって。なるほど、感じです。ストレッチしてるイメージある。そう、そうめっちゃ。でも特別なんかこれみたいなのはないかもしれない。そうですよね、自分が気づいてないだけかもしれない。確かに人に聞いてみるのも面白い。あ、私1個ありました。お自分でちょっとこれはちょっと恥ずかしいんですけど、見せパンを履くじゃないですか。中に見せパン、分かりますか皆さん。黒いとか白とか、ね、とかあれを履いてるか、とりあえずめちゃめちゃ触ります。あ、なるほど。確認して出る直前までみんなにも聞きます。はい、履いてる。そっか、大事。すごく嬉しい、なんかそんなこと教えてもらって。こんな感じですかね。めっちゃ大事ですね。めっちゃ大事ですよね。そうです、そうです。今度私が確認しに行きますね。皆さん履いてますか、履いてますか。確かにめっちゃ大事。そうなんです、そんな感じですかね。なるほど。ちょっとね、もっともっとたくさん聞きたいんですけどね、ここで
はい、もう一回もう一曲曲をかけていただこうと思うんですけれども、はい、次の曲は、はい、私たちが選んだクラポティさんの曲をお届けします。はい、聞きたい曲をこれですね。でも私ももしここなんか空白になってたらこれにしてました。おっ、はい、ということで、じゃあなるほど、聞いていただきましょう。はい、はい、聞いてください。クラポティさんできらめく星と君。続いてのコーナーは実は私〇〇、はい、なんですのコーナー。待ってました待ってました待ってました
はい、実は私〇〇なんですっていうことで、はい、でちょっとね2個ぐらい、うん、タイトルというかお題があるんですけど、まず一つ目は、実は〇〇がめちゃくちゃ苦手ですっていうことで、はい、どうですか、レンリちゃん。もうパッて浮かんだのがすごい、多分知ってる人は知ってるんですけど、うんうん、これ多分私の中では有名な話なんですけど、私動物が本当に苦手で、そうなんです、言葉を選ばないなら本当に嫌いなんです、うん、そんなのこう意外そうなんです、意外、すごい、すごい苦手で、うんうん、なんかなんで無理なんですよ。ウサギちゃんとか飼ってそう。ハムスターとか。この動物が一番嫌いとかってあるんですか。ちっちゃいの。ちっちゃいの。ハムスターとか。うんうんうん。が嫌な。猫とか。なんで。そうなんだ。ですか。触ったこともないんです、そもそも。あ、近づいたこともなくて。すごい。そうなんです。じゃあもう動物園とかは絶対に行かない。いけないですね。なんか大きければいいっていう問題で。あ、でも大きければ見てはいられます。あ、そうなんだ。はい、でもちっちゃい可愛い系のなんかハムスターとかだと、ウサギとかだと、うん、SNS やってると流れてきたりするじゃないですか、結構、うんうん。私それで顔面に触るのも結構嫌なんですよ。なんかすごい。まるで触ってるかのような気がしてきて。あ、もうなんか手触りもダメなんですよ。見てるのもダメで。そうなんだ。だから東京に野良猫が歩いてた時に。もう昨日も見たんですよ、私 100m 先とかでも見えるんですよ猫が暗くても。で昨日も見つけたんですよ、もうだからお父さんに電話して、うん、猫いるから出てきてみたいな、すごい、追い払ってもらうんですよ絶対。でもこれ多分遺伝これ遺伝なのか分かんないんですけど、うん、お姉ちゃんもこんな感じで、そうなんです、そうなんです。一応あれですか、コートとかで毛皮っぽいコートとか。あ、それは着ます。あ、問題ない。鶏肉とかも大好きです。あーたぶん、いや、ちょっとそうなんですよ、なんとなくでも、なんね、動いた毛の塊、うん、なんかそのもう見た目がダメなんですか。見た目がダメです。あ、そうなんだ、見た目がダメ。毛むくじゃらの物体がゴミとか落ちててもびっくりしちゃうんですよ、動物かと思っちゃって。うわー、なるほど。そうなんだ、動くんじゃないかみたいな。はい、そうなんです。珍しい、珍しいですかね。なんか猫だけとか、うんうん、ね、ハムスターだけ嫌いっていうのはよく、あの犬は好きなんですよ。そうなんだ。猫とあのトイプードルだけ好きなんですよ。飼ったので、そうなんだ。毛の質感違いますよね。可愛くないですかトイプードルって。あれか、人形っぽいからかな。あ、そうですそうです。なんか可愛すぎて私一回食べたことありますもん。食べたことある。パクって怖い話。怖い話かな。可愛すぎてもうどうしようもなくなっちゃって、それくらいあのトイプードルは好きなんですけど、お家で飼ってたりとかはしない。あのずっと飼ってたんです、トイプードルを。あ、だからトイプードルは好きなんですけど、あれかな、一回触れてみたら好きになるんですかね。どうなんだろう。一緒にペットショップ行きます。まず外ショーケースからちょっとゆっくり。そうなんだ、めちゃめちゃ意外ですね。すごいね。好きですか動物。動物私すごい好きです、うん、お大好きです。あ、すごい。家にワンコが2匹います。いけます、ワンコなら。ワンコなら、ワンコなら。でもあのトイプードルのこういうくるくるじゃないから。あ、そうなんですか。そうです、あのチワワとポピオンのミックスなんですよ。行きます行きます。やったよかった。行きます行きます。そうか、仲良くなってほしいです。ぜひぜひぜひ。なんかこの苦手エピソードでアイリーンとかはある、ある自分の、自分苦手なもの。でもそれで言ったらアリサ、あの虫苦手なイメージがすごく。そう、これ私めちゃめちゃ虫が苦手で、はい、なんかあの可愛いキャーとかのレベルじゃなくて、うん、もう本当に嫌いなんですよ。あ、はい、わかりました。同じなのかな、同じです、嫌いっていうのと、はい、そう、なんかいるだけで、それこそなんかあの G とかいるじゃないですか、ゴ、うん、キブリとか、はい、もう杉山家に出た時には、はい、お母さんも嫌いなんですけど、もう近所中にもう響き渡る声でうわーってなるんですよ。なります、なります。すごいんですよ、あの川崎クラブチッタ の、はい、あの出るんですか。 あそこ出るんですよ。初めて聞いたんですか。毎回何回か、ほぼ毎回のように 、うん、出たことが。どこに出るか教えてもらっていいですか。
あの出入り口のところ、うん、裏の出入り口です。裏の出入り口、うん、なるほど。通らなきゃいけないところに絶対に通らなきゃいけないところに夏場は特にね、そう、初めて知った。もうそこで大絶叫したことがあって、帰るときに一回ね、うん、で、アイリーンにあのコアラのように思いっきり抱きついて本当にこんなに抱きつかれたことがないくらい、あの漫画かなってぐらいの抱きつき方をされて、本当にびっくりしました、アリサに。怪我した？大丈夫。腰やっちゃいそうだったけど大丈夫。確認くらい、めちゃめちゃ。なるほど。でも叫びますよね。わ、うん、かります。私も駅でネズミが、うん、ネズミさんがいらっしゃった時に、あの急に出てきたんですよ、あの方が。うんうん、そして私も叫んじゃって、うん、キャーって、うん、そしたら駅員さんがなんか痴漢かなんかかと思ったらしくて、出てきちゃって駅員さんが。で、私はもうそれ並みにもう恐怖体験になったので、うん、ネズミですって言ったんです。そしたら駅員さん戻ってったんですよ、あの自分の仕事場に。え、大事大事って思ってそうなんです。それくらい叫べますよね、やっぱり苦手なものがいたら、はい、ね、なんかね、うん、ちょっともう夏場がもうそろそろ終わるから、確かに、うん、よかったよかった、嬉しい。そうなんですよ。じゃあちょっと次に行ってもいいですか、はい。じゃあ次のテーマはですね、うん、実は〇〇が好きすぎるんです、うんうん、逆にこれがめっちゃ好きみたいなのありますか、はい、これもすって出てきたんですけど、はい、私お洋服がすごい好きで、わめっちゃ可愛いね。いや、もうすごい好きで、あのなんかその日朝決めて着るじゃないですか、服とかを、うん、でも、うん、ふと鏡に映った瞬間に、いやこの服じゃないって思う時があるんですよ、街中で歩いてて。そうしたりすると結構すぐ買っちゃうんですよ、その場で、街中で。そうです、そうです、なんか今日の服、この人たち友達とかと会うのに、うんうん、今日もラジオだったじゃないですか、うんうん、ラジオ中なんですけどその時にこれは服合ってるのかとか考えちゃったりすると、うん、買わずにはいられないんですよ結構。すごい、うんうんうん、じゃあ今日着てきたこの服ちょっと違うって思ったらとりあえず洋服屋さん行って、はい、行きます行きます。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でちなみに今日の服はお家からの服ですか？お家途中で買ったのもありますごめんなさい、そうなんです。今日も本当中にこのレース着てなかったんですけど、はい、このワンピースを着てる可愛い人が中にレースを着てて、うん、なんか着たくなってきたなって思ってさっき途中で買いました。すごい。そうなんです。あのその話で言ったら、はい、ちょっと今いないんですけど、はい、ティーンズヘブンのあやめさん、はい、いるじゃないですか、はいはい、もう同じ話してたよね。あ、本当ですか？買っちゃうって、うん、私偶然この前あやめさんに会って、うん、お洋服屋さんで多分趣味が一緒で、あ、確かに系統が偶然。そうなんです。なんか色違い数日前に買ったとかしょっちゅうあるんですよ。そうなんです。それくらい結構めちゃめちゃなんかアールビレッジのおしゃれ番長2人みたいな。もう完全にあやめさんもね、前回あのゲストに出ていただいた時に、うんうん、その日買った服って言ってて、うん、あ、そうなんですか、うん、一緒そうなんだ、すごいね。いつも可愛いからなんかも、いやいやいや、あーと思って今日も可愛いなと思って全身見ちゃう来た瞬間、あー可愛いって言って、ね、そうなんです。そんな感じですかね。じゃあアイリーンは好きすぎるんです。好きすぎるんですは、私はちょっと結構違うなんかジャンルになっちゃうんですけど、うんうん、ASMR ってわかりますか？咀嚼音のやつですね。咀嚼音とか、なんかタッピング音とか、ささやき声とかがめっちゃ好きで、そうなんです。YouTube でも絶対寝る前見たりします。あとあの人が歯磨く音がめっちゃ好きなんですよ。それ全部含めて ASMR っていうの？そう、なんか音について。そうなんだ。あります？なんかささやき声とか。あ、無理です。苦手そう。苦手そうと思って。ざわざわです。ささやき声、あの叫んでもらった方が。耳とかふーとか苦手そう。ダメです。なんかそういうモサってしたのがダメなんですよ。動物とかもなんか。ゴソゴソって音、確かに動物っぽいかも。あとあの虫のカサ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 ですね。そう、嫌です。ゾワッてしちゃうね。嫌です、嫌です。そうか、それでもなんかたまにね、夜更かしして見ちゃうとか、ね、夜更かしして見ちゃう。なんか変わってるね。ずっと見ちゃう。興味深い。そうなんですね。そうなんです、うん、うわ、そうか、ちょっとなんかいろいろ意外みたいなことかね、聞けてめちゃめちゃ楽しかったし、多分みんなもあれだね、りんりちゃん、そうなんだ、意外みたいなのきっとあると思うんですけど、もうちょっとね、ちょっと聞きたいんですけど、ここで最後に、うん、
クラポティさんの曲をね1曲お届けしたいなと思います。はい、はい、これは私が一番クラポティでお気に入りの曲です。はい聴、はい、いてください。クラポティでセザン。ふわりかてんのじゅそくすり抜けてく遥かさカレンダー通り私たちの言わない眠りまぶたつけてくのは青春の光。ふわりあっという間に時間が過ぎてしまいましたが最後に、ね、なってしまいますが、ここでさらに生誕祭の見どころとかね、はい、たくさん告知をお願いします。はい、聞かせてください、私はあの初めてなので、あのいろんな面を見せたいなと思って、かっこいいとかクラポティだと多分綺麗なイメージみたいなグループ的に多分あると思うんですけど、まあ、かわいいはちょっとあるかちょっとあれちょっとわかんないんですけど、かわいい、かわいい、かわいいですあるかわかんないですけど、あの綺麗系の曲だったりかっこいい感じだったり、かっこいいが多分一番新鮮かなと思うんですけど、確かにかっこいいもあるので、そこが結構見どころかなって。うわ、楽しみ楽しみ、めちゃめちゃドキドキしちゃう、ドキドキ、どんなナンバーするかね、ちょっと予想して。そうなんです。そっか、その時間内に何をするかはね、まだ全然わかんないからね、私たちも全然知らないので、じゃあ新たな一面が見れるんですかね。はい、わー、総集編
ギャップにドキドキしちゃう。ドキドキしちゃう。そっか、じゃあ皆さんもね、今からめちゃめちゃワクワクが止まらないんじゃないかなって。してます、みんな。みんな、ね、超楽しめて。ぼーっとしてない、大丈夫です。ワクワクしてるかもしれない。そうね、きっと今あのラジオをね、見てくれてる人もね、うん、ね、どんな感じのやつあるんだろうってね、想像してるかな。うん、絶対想像してる、ね、楽しみです。とってもそう、日付が今月9月の23日、うん、祝日ですね、うん、そうだ、新宿マーズさんにてありますので、第3部ですね。そうですね、3部にありますので、予約まだまだ、はい、あの本当にまだまだ受付中なので、うん、ぜひこの機会をお見逃しなくですね。これちょっと見逃したらちょっと後悔するんじゃないかってね、うんうんうん、あの後悔させたくないのでしてください、役好き、好き好き、とてももうみんなが後悔してる顔見たくない。そう、うん、あ、行けばよかったって思って。助言です、助言、助言です、はい、ちょっと素晴らしい。結構ワクワクだよね。、うん、私たちはね、一部と二部で盛り上げて最後、うん、生誕祭でなんかあれは作るんですか、 T シャツとかは。いや、 T シャツは全然そんな作らないんですけど、じゃあなんかペンライトとかでね、上から下で見たいね。下で見たい。そう、マーズがね、1階とあと2階にも見えるね、ところがあるんですけど、ぜひぜひ一緒に盛り上がりたいです、みんなと、ね、どうしよう、気づいたら前に私たち一番前にいたらごめんなさい。嬉しい。そっか、すごいワクワクですね、はい、じゃあ練習とかもちょっと詰め詰めで、詰め詰めで結構してます、うん、なので9月23日、うん、新宿マーズさんに来てください、うん、私の生誕祭お願いします。お待ちしてます。待ってます、はい。そしたら私たちの告知もしちゃいましょう。はい、はい、そして私たちラッパピヨンは次のライブは18日土曜日にあります、はい、アキアハーバーラコズミックラボにてライブがあります。はい、これね、あの詳細が次第公式ツイッターで、うん、あの告知するので、ぜひぜひ、あ、公式ツイッターとは言わずね、私たちのツイッターもレミちゃんのツイッターもぜひぜひチェックしてください。はい、お願いします。ちょっとね、時間もちょっとだけあるので、はい、さっきの質問コーナーで、はい、できなかった質問ちょっとしてもいいですか、うん、はい、ぜひぜひ。あの休みの日、はい、何してますか。謎、ちょっと謎と思って、うん、これすごいつまんないんですけど、私これなんかラジオで一回この話になったんですよ、うん、でも本当つまんなくて、私ただただただ家にいたくない人なので、うん、とりあえず用事を作るんですよ。そうなんです、誰かしら誘って、うんうんうん、この日空いてる、ここに行こうみたいな、うん、全部ここに行きたいまで決めるんですよ。そうなんです、そうなんです。絶対家にいたくないので、むしろ家に一番最後に帰った方が勝ちみたいな気持ちであるので。そうなんだ。そうなんです、用事が済んでてもちょっとそこら辺のカフェに寄って急に携帯見始めたりみたいな。でも結構ね、外出してますね、うん、行ってるイメージがツイッターとかでなんかおしゃれなところにね、毎回おしゃれななんか、うん、ご飯とかいろいろ載せてて、うんうんうん、これはいつもどうリサーチしてるんだろうとか、すごいなと思って。そうなんです、結構そんな感じですか、ね。ちょっとあの今度おすすめのお店を、ね、おすすめのお店ぜひ教えてください。ぜひ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 、はい、何でいつもどうやって調べてるんですか。もうインスタグラムですね。あ、やっぱり、あ、やっぱインスタなんだ。そうなんです、インスタばっかり見てますね。そうなんだ、そうです、そうです、すごい。結構でもアリサもお出かけしたいタイプだよね。そう、私もしたいタイプで、家にいられなくて、なんか一緒ですね。あ、本当ですか、はい、一緒。なんかすごい忙しいのが好きみたいで、はいはい、わかります。だからもう家でダラダラしてるのも好きは好きなんですけど、うんうん、なんか全然月一でいいぐらい、うん、あ、わかります、わかります。基本出かけてたいから一人で散歩とかしちゃ う、 そう、お店に入らないっていう。すごい散歩いいですね。はい、そうなんです。ちょっとね、今日はね、たくさんレンリちゃんのことを聞けたので、うん、なんかね、また気になることがあったらぜひレンリちゃんの生誕祭にね、うん、行って、うん、物販とかで話を聞いてもらって、はい、おすすめのお店とかレミちゃんに聞いたり教えたり、ぜひぜひ。じゃあ後で聞こう、うん、メモしよう。嬉しいです、はい、ありがとうございます。そして、次回のアルビレッジミュージックステーション修行編は10月20日水曜日の17時からお送りします。ぜひまた聞きに、そして会いに来てください。お待ちしております。ぜひぜひお待ちしてます。ありがとうございます。今日はレンリちゃん来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。すいません、いっぱいなんか、いやいやいや、もういっぱい聞いてもらって、うん、レンリちゃんのこといっぱい知れてよかったです。よかった、めちゃめちゃ嬉しいです。いっぱい話 してください。かわいい。ぜひ、それではぜひ皆さん、9月23日、はい、祝日ですね。
新宿マーズさんにてレンリちゃんの生誕祭があるので、うん、ぜひぜひお待ちしております。一緒のお願いです。みんなで盛り上がりましょう。ね、じゃあこれで、はい、終わりですね。それではもう終わっちゃいます ね、 ね。じゃあそれでは皆さん、バイバイ。